今から薬の名前を言うのでどうぞお願いします。138番は胸頭です。55番は目標関節糖と言います。2番は葛根糖化腺球心位っていう名前です。それでラムツの胸頭はまず飲み方はまず食べご飯を食べて終わってから歯磨きして飲んで口につけて寝ます。基本的には口に舐めて寝た方がいいですけど、そこで水を飲まない方がいいです。55番はまずお茶に溶かしてもいいし、そのまま飲んでもいいけど、基本的にはお茶や水で飲んだ方がいいです。2番は絶対ではないですけど、飲んだ方がいいと思います。弟の一番好きなやつ目標関節糖の55番です。多分弟昨日言ってたのは滑らかで好きって言っていました。私は2番の葛根糖化腺球心位が好きです。どうしてかというとすごく聞きやすいからです。どんな味？漢方飲めない人やるんやけどな。どうやったら飲めると思う？まずお風呂に入れる漢方があるので、それをちょっとずつ飲んだら飲めやすくなると思います。お風呂の中で飲むの？ドロッドロって。お風呂の中にある具があるので、それを舐めます。たまに怒られる。怒られる。お風呂以外でどうやったら飲める？お茶とかになんか入れて、これ以外これは甘いからいけると思うけど、こういう2つのやつとかちょっと苦い人いるでしょ。それはお茶を混ぜて飲んだ方がいいと思います。ちなみにさ、漢方薬は効く？効く、すごい効く。今までいっぱい病気でそれで良くなった？どういうこと？風邪ひいた時とかそれで治った？パパとママも乾杯も飲んでる？飲んでる。パパとママは基本的に水いる。ママは基本的にお湯。じいじがな、漢方薬くれるけどな。どう？じいじの漢方薬治る？全部だ。基本的に治りやすいのはこの3つの中に治りやすいのが一番。それはパパがよく飲んでるから。ち、あとここにはないですけど、蜂蜜あるやん、9割さ、あれも効きやすい、喉に。その飲み方は、まずまた138と同じ飲み方で、ここにつけたり、喉につけたりするやり方です。ありがとうございます。その日はあれ、虫歯のこと言われないの？歯磨きしたらダメって。言わされた意見です。私ありがとうございます。じいちの YouTube、子供が聞いてはさ意味ないだってさ、分からへんから。しかもさ、仕事なんかさ、今何の仕事してんのかも分からへんし、子供が聞いたって意味ないけど、大人は気になる。じゃあ、ありがとう。ラムツの気胸糖で、葛根糖化腺球心位で、目標関節糖です。